超能力とは常人には不可能なことを可能にしてしまう。僕の名前はサイキクスオ、超能力者である。生後14日目にして会話ができた。声を出さずに。クーちゃん、初めてのお使いをこなす。クーちゃんは超能力者なのね。君にだね。もともと能天気な性格の上、手を触れなくてもスプーンは曲がるし、当たりも外れも自由自在。冗談じゃない。全てを奪われた世界一不幸な男だ。甘やかされ何でも与えられた子供は自立する力を奪われるように。とはいえ今更別に不満なんてないし、平穏な人生もそれほど悪くない。さすが超能力者、鮮やかな手口だな。手口とか言うな。空調帰り、今日の晩御飯はとんかつよ。君への怒りが東京スカイツリーまで達しそうだよ。宇宙で一番あなたが嫌いよ。あなたもおかわりあるわよ。いらないよ。っていうかもう片っぽだろそれ。甘やかすともっとろくでもない大人になりかねないからな。くっさ、なんでこの匂いは。穏やかで優しい母だ。あとパパに死の鉄槌を下すため嫌いではないな。コーヒー豆の芳醇な深い香りと濃く。すっげえ、そんなに食いたかったの。ってバカ、それどころじゃないんだよ。お、これは世話の焼ける両親だ。つまりこの怒りは嘘なのだ。なんちゃって嘘ぴょん、本当は大好きテヘペラ。やだ、私ったら思ってること口に出しちゃった。え、ママ持って、どめこ。僕は今二人にテレパシーを送ったのだ。お互いの心が筒抜け状態というわけだ。これで落ち着いてスイーツタイムを満喫できる。私立 PK 学園高等学校、全校生徒542名。ズルする者もいたが愛子でねじ伏せた。この事件を機にいろいろあって事態を収めるのにかなりの労力を使った。よう相棒。粘土力、同じクラスの嫌われ者、やたらと僕に絡んでくる。この男バカなのである。何も考えていない。ああ、佐伯ついてってやってくれ。粘土だけじゃ心配だ。男とキスしなきゃなんでんだよ。まあ俺様のファーストキスに免じて勘弁してくれや。言うなって何をだ。仮病のことか、それともお前のファーストキスの相手が粘土だってことか。なるほど、粘土のせいにするとは悪くない手だ。高橋、こいつもグルなのか。熱測ってみろよ、病気なら体温高いはずだからな。お前映ったのか。負けんなよ。粘土、恐ろしいやつだ。やつらとは秘密結社ダークリユニオンだが、世界は俺が守る。蛇は何者かが話したのだ。なんだカイドウ、何か知ってんのか。やはり力を持つ俺たちがやるしかないな。なあサイ、俺たちが人類をマーダードラグラムス。ヘビ捕まったってさ。よかった、どこにいたの。人類選別計画で選別されちゃうよ。腕に封印された魔物とか飼ってるらしいぜ。右腕がまた騒ぎ出しやがった。お前も顔のほとぼりが冷めるまでここにいるんだな。ヘビどこ行った。男子先生呼んできてよ。落ち着け、ズボンを噛まれただけだ。早く逃げろ。うん、ここは俺が何とかする。しまった、ごめんママ。中二病なんて言って悪かったな。力はないが今の行動。中二病は悪化した。ダメだなあいつは。私の名前はテルハシココミ。自分で言うのもなんだけど完全に美少女だと思う。ごめんなさい、私これから塾があるの。そうそう、佐伯だ、佐伯クニオ。うわー、つまんなそうに歩いてる。学校一の美少女と街で偶然出会う。しかもわざわざ向こうから駆け寄ってきてくれた。かわいそう、今頃はものすごい自己嫌悪に陥っているわね。きっと私のこと幻だと思ったのね。今までが悲惨すぎたから。まさか幻の私に触れるのも恐れ多いということ。オフ、テルハシさんという反応するだろうし、粘土だ。幻を見ている設定の僕も第三者に言われたら認めざるを得ない。あれ、佐伯くんどこ、どうなってる。佐伯くん見なかった。え、相棒、いや見てないぜ。まさか私佐伯のこと好きに。体育、それは僕の最も苦手な授業。高校生にもなってどっち。あ、他にもなんかほら文句言わない。熱血感で暑苦しいやつとしか僕は思わない。クラスの人望はなかなかあるようだ。やし、まずは一人。これで僕はアウトだな。悪いが体育を真面目にやる気はない。僕が投げるのかよ、参ったな。佐伯くん本気で投げるんだよ。粘土を狙っとくか。あ、お弱すぎた。おっしゃ、どっちの粘ちゃんと俺様のこと。行くぜ、取るんだ。死んでも取る。最強セーフにしたぞ。マジですか。君はいつも本気でやっていないだろう。どうしてだい。マジですか。確かに最初はハイロの活躍により一歩リードしていた佐伯たちのパーチングが。はっきり言って勝つのは簡単だ。だがその場合僕の好感度は一気に上がり、いかに目立たずにこの場を乗り切るか、これはそういう戦いだ。20か、一気に下がったな。確かに僕はボールを投げるのが苦手だ。よし、好感度を取り戻したぞ。食らいやがれメテオスパークジェノサイドボール。えい、女の子投げか。もう一回回転ボールはさすがに怪しまれる。サイキガイアだ。
それでこそ俺様の相棒だぜ。とりあえず終わっとこう。お前の好感度はどうでもいいよ。あとは他に任せろ。仕方ない、その膝は僕が原因だからな。佐伯すげえな。おい佐伯、相棒いい試合だったぜ。やれやれ、最近はどこも恋愛一色だな。僕にはそういった感情は分からん。学生の半分は勉強よ。彼女の声はこう聞こえ、まあそんなわけで僕は一生誰とも恋愛することはないだろ。佐伯くん、私はあなたのことを。え、何今の。近づくことよ。彼女から遠ざかることだ。佐伯くん一人チャンスだわ。投資行くわよ、チヨ。あとは佐伯くんが気づいてくれれば。うーん、声かけてこないわね。調理実習でクッキー焼いたんだけど、よかったら。あ、どうもっす。誰？佐伯くん、絶対傘持ってる。そういうタイプよ。あ、雨止んだ。ぜ、あんたの心に涙の雨が。俺があんたの心の傘になってやるよ。いや、僕は運ぶものがあるからさ。もう一度言うぞ、自分で運べ。イエーイ、空飛ぶベッドで。何でもできると思ったら大間違いだ。ねえ見て見て、超力持ちの人。位置を変えたいがちょっと動かせないよな。茶番やめろ。すっきりしたわ。ありがとう。やらせといて引いてんじゃない。いいじゃん、ぶち抜いて正解だったな。とりあえず今家にあるのソファーしかない。運ぶぞソファー。クスオが、ね、パパ見て、左が私たちの寝室で狭いから壁を壊したのよね。ママちょっとパパ、これが最後の。一つ言い忘れていたが、この復元能力にもデメリットがある。あれ、ベッドは仕方ない。僕の超能力は万能じゃないのだから。シャツを縛ってズボンを上げろ。あ、はい。当然だ、僕はどこからどう見ても普通の生徒だからな。しかし学校での僕は最も目立たない存在。一体なぜか。アンテナ、なんだあいつ。あれ、もしかしてヘアピンか。よく見ろ、この世界には黒髪の人間がほとんどいない。この力の危険性が少しは分かっただろうか。お帰りラーメンな。子供の頃、僕が超能力で怪我を治してやると、それを見た相手は驚いた。来た、ストレートか。奴の得意球のカーブか。今までの傾向から言えば初球はカーブ。世界を作り変えてしまったことに少なからず責任を感じているが、邪魔すんじゃん。今後怒りで我を忘れているようだな。と、奇跡のイリュージョニスト超能力のスーパーマジックショーが始まるよ。はい、ここに何の変哲もない箱があります。中にはもちろん何もありません。最高にアメージングなスーパーイリュージョンタイム。カモンマイケル。マイケルというか池さんって感じだな。では箱をオープンします。え、おいおい、まだマイケルは移動しきってないぞ。仕方ないだろう、あんちゃんのタイミングが早かったんだから。いや、すっかり忘れてたよ。頭にハトがいて忘れるか普通。僕数ヶ月前は普通のサラリーマンだったんだ。ただちょっとヘマしちゃってね。何、いろいろなものが消えるのはもしかして僕には消す才能があるんじゃないか。イリュージョニストは諦めて就職すべきだろう。おっと、話が暗くなってしまった。目が覚めたよ、力の差を知ったよ。弟子にしてください。あなたは今夜奇跡の目撃者となる。アメージング。やはりテレビは僕に驚きを与えてくれる。おいおい、大丈夫なのか。しかも生放送。まあテレビでやるんだから大丈夫だろうが。5分以内に脱出できないと箱に様々な攻撃が加えられます。あってはならない大事故になってしまいました。長野さんは無事なのか。よし、今のところうまくいってるぞ。僕も無事脱出。無理だろ。さあラスト1本、急降下。この状況で無傷で済む方法、熱中症対策バッチリな。そして最後の仕上げ。まだあるのか。やれやれ、こっちも脱出成功だ。このあと10時からドラマ「ラブファンタジー」。まさか俺が犯人だとは思わないだろうな。実は俺は召集を受けている。わけはまだ話せないが、近々世界に大きな動きが。追っ手はついてきていないだろう。漆黒の翼よ。でどうだい、気持ちの整理はついたの。そんな簡単につくかよ。冗談じゃねえよ、全くよ。なんだか嬉しそうだ。嬉しくねえよ。え、まさか君これが見えないとか言わないよね。これ見えないとか終わってるんだけど。素晴らしい、さすが漆黒の翼。この分ならすぐに仲間と認められるだろう。このままじゃ二人とも危ない。より強い結界を張り、協力してくれ。わかった、何をすれば。どうやら無事に結界が張られたようだ。危なかったな。今日はもう帰った方がいいな。明日は。Thank you.